モーターカノン、モーターカノン、モートゥはキャノン、キャノン、モートは、エンジン砲の意図は、レシプロ動力式単発戦闘機の航空機関法、場合によっては、機関銃の搭載方式による分類の一つで、エンジンに固定された、機関砲のことである。モーターカノンのご自体はフランス語で、ドイツ語の、モーターカノンの他に、英語では、エンジン、マウンテッドガン、または、プロペラキャノン、 ロシア語では、と呼ばれる。なお、武装の搭載方式を示す名称で、銃そのものの形式に対する分類ではないことには、注意が必要である。軍用機が、布張りの服用機から金属製の単用機に移り、変わりつつあった、大戦間の時代、西暦1920から30年代、戦闘機の武装強化には、様々な案が試みられていたが、 多数の機銃を搭載するために必要な機体強度や重量に対応できるだけの出力を発揮できるエンジンはまだ開発されていなかった。多重装備ができないとなると全金属製に移行しつつあった機体、特に総発以上の爆撃機を撃墜するためには炸裂弾を発射できる口径 20mm 以上の機関砲が望ましかった。しかし主翼に搭載した場合、 重量による機体の運動性、特にロール率の低下や、機体の中心に置かれていないため離れると命中率が低いなどの問題があった。また単発機の機種、エンジンの上、または下に搭載する場合、プロペラ圏内から発射するための同調装置が故障すると、機関砲弾がプロペラを破壊する可能性があった。大口径の機関砲でプロペラ5射が発生することは、 致命的な問題となるため、単発機が代行警報を機種装備することは危険性の高いものであった。そこで、フランスでは、イスパノスイザの 20mm 機関砲を、同じくイスパノスイザ製の HS-12Y 水冷式エンジンの V 字に配置されたシリンダーの間に機関砲を配置し、プロペラシャフトを中空構造にして、そこから砲弾を発射。 反動は頑丈なエンジンマウントで受け止めるモートはキャノンを発明世界各国に売り込みをかけた。これはすでに第一次世界大戦中の複用戦闘機である SG237mm 砲、弾数12発を搭載した際に用いられた方式であった。これに対抗しドイツ空軍でも BF-109E 戦闘機の d b 6 0 1エンジンに イカ MGFF 機関砲、エリコン FF 機関砲のライセンス生産版をモーターカノン式に搭載することを試みたがトラブルが多発、結局それ以前同様、良くない装備のみとなり、後に新型機関砲、MG151 の登場で、ようやく実用化されたが、解決されるまでの間に、機種上部に、機重のスペースが広く取れる倒立、V 型エンジンが主流となっていた。 その他の国に渡ったフランス式、モーターカノンも不調が多く、結局本格的に用いることができたのは、ソ連空軍の戦闘機と、対戦中期以降のドイツ空軍戦闘機だけであった。アメリカのベル P-39 や P-63 もプロペラ軸中心から発砲する機関砲を装備しているが、これらでは、エンジンは、機体後部にあり、 延長軸とギアを介して、機種のプロペラを駆動している、エンジンが機関砲の搭載位置と離れているため、モーターカノンとは分類されない。なお、通常の空冷性型エンジン機では、構造上モーターカノンは搭載できない。星型エンジンには、構造上プロペラシャフト内に、エンジンが回転している状態で、位置の変化しない、中空部分が構えできず、 ギアを介してエンジンの出力軸とプロペラシャフトをずらすことも難しいためである。星型エンジンの構造の模式図を参照ただし、機種にエンジンを搭載しない特殊な方式の空冷星型エンジン搭載機には、モーターカノン同様にプロペラ軸に方針を通して機関砲を搭載したものがあり、イタリアの開発した試作戦闘機は、常実の P-39、63同様。 機体中央部に空冷性型エンジンを搭載し、延長軸とギアを介して、機体前方にあるプロペーラを駆動しているため、モーターカノンと同様の武装配置になっている。ただし、これもエンジンが機関砲の搭載位置と離れているため、定義としてのモーターカノンには分類されない。モーターカノンはそもそも、機関銃を V 型水冷式エンジンのシリンダーブロックの間に配置し、 プロペラシャフトを通して発砲する搭載形式の名称であり、それ以外のものをこう呼ぶのは誤りである。しかし一部の創作作品で本来の意味を知らず、単なる機関砲やエンジンから出力されるエネルギーを発射する核兵器などをモーターカノン、キャンと呼んでいる例は多い。なお、ドイツ空軍が使用し、モーターカノンとしても使用されたラインメタル MK108 や マウザー MK103 の MK はマスキーネンコノン、マシーネンカノーネイコール機関法の略であり、モーターカノーン、モートルカノーネの略ではないが、これを間違えて命名しているとおぼしきケースもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。